奥志田さん、なんかね、おたふくのお面のね、入り口って感じ。力石。はいはーい。博多で生まれ、博多で育ち、博多在住、博多のりな。皆さんこんにちは、りなじょーでーす。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。このチャンネルでは博多弁講座とか福岡のこととか今毎日投稿もやっているので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。今日もやっていきましょう。今日はりなじょーの観光スポット写真でご案内いたします。イエーイ。はい、今日も福岡の街をご案内をしたいと思います。今回案内をするのはまたまた中洲。それでは早速行ってみよう。今回案内をするのは中洲の有名な神社、櫛田神社というところをご案内をしたいと思います。櫛田神社っていうところは都会にある神社っていうような感じなんやけど、アクセスがとにかくいい場所。中洲の川端商店街の出口って感じなんやけど、地下鉄では中洲川端か祇園どちらかから降りてちょっと歩くっていうような感じ、もしくは博多駅からバスでキャナルシティ前、ここで降りたら徒歩なんと2分で行くことができます。っていうことは川端商店街もキャナルシティもバリバリ近いところなんよ。この櫛田神社、博多祇園山笠が奉納される神社、なんと飾り山笠が一年中展示されてます。博多っ子からは奥志田さんの愛称で親しまれている神社になります。こんな感じ。やったら聞いたことあると思うけどね、こういう CM があると奥志田さんに何ばお願いしたとね。内緒。ポンセイさんはそりゃあ内緒たい。間違った。そりゃあ内緒くさ。コスカー。ま、通りもんば食べんね。傑作まんじゅう博多通りもんっていうあの博多のお土産で有名な通りもんの CM なんやけど、これがね、なんとね、櫛田神社で、この神社ねで、アニメとともに CM がされよっていうような感じで、その時にさ、奥志田さんに何ばお願いしたとねっていうセリフから始まるんやけど、こういう神社です。有名なところ。やけんね、海外の人たちからも観光スポットとして有名みたいです。2月の節分の時には入り口に大きなおたふくのお面みたいなのが設置されたり、こんな感じ。これはね、高さが 5.3 メートル、横幅が5メートルの日本一大きなおたふくのお面って言われとって、これがね、入り口にね、節分の時期になったら飾られるっちゃけど、くぐると幸運を招くと言われているところです。この時期に行ったことあって、写真も撮ったことあるっちゃけど、なんかね、おたふくのお面のね、入り口って感じ。そういうのもあります。あとは、ここの櫛田神社、博多祇園山笠が奉納される神社、飾り山笠が一年中展示されてます。こんな感じ。ということで、博多祇園山笠のね、フィナーレを飾る追い山のスタート地点でもある場所になります。あとは大きなね、石があって、大きな石が置いてあるところがあるっちゃけど、これは何なのか。この石は力石と呼ばれとって、まあ力試しをする石なんやけど、力士が持ち上げた力石が奉納されています。まあ多くの力士がね、力自慢に持ち上げた石を神社に捧げたことから、力士が石を奉納する習慣が生まれたらしいっちゃけど、
最近でも有名力士の力石が奉納されとるみたい。ぜひチェックしてくださいね。そしてその石の中になんて読むかわからんけど、試しに石って書いとって、試し石なんだか読み方わからんちゃけど、それが置かれとって、それはね一般の人でも持っていいらしいけん、ぜひ力に自信がある方はチャレンジしてみてください。あとは入り口のところに串田茶屋っていう名物焼き餅、これがあります。梅ヶ枝餅とまあそっくりではあるんやけど、一応ね梅ヶ枝餅とは違うらしい。梅ヶ枝餅はねなんかね梅のなんか印鑑っていうかなんか押されとうみたいで、これはなんか押されてないらしいっちゃけど、でも作り方とかは結構一緒と思うけど、同じような感じなんやけど一応違うみたいです。薄皮にあんこがたっぷり、美味しいよ。ぜひ皆さん食べてみてください。あとはねこの周辺ではりな行ったことあるおすすめのスポットっていうことやっと、日本酒バーがあるんよ。酒ハウスっていうところなんやけど、一回しか行ったことないけど、そこはもう日本酒の専門店みたいなところで、お店自体はあんまり広くはないっちゃけど、なんかこういうお店珍しいなと思って行ったことあるんちゃけど、いろんなね日本酒が置いているお店です。営業時間は20時から翌3時っていう風に書かれておけん、まあお昼間とかは空いてないんやけど、もし夜飲みに行きたいなっていうことがあったらぜひ行ってみてくださいね。あとは博多うどんの発祥の店とも知られる名店カロのうどん、これ聞いたことある？実はねりなねカロのうどんね一回も行ったことないけんね、味とかのこういうのよっていうのはちょっと正直者やけん言えんちゃけど、でもカロのうどんは知っとんよ。あ、ここにカロのうどんってあるなっていう風にずっと思っとったっけ。あのねうどん屋さんってむちゃくちゃ多いっちゃけど、福岡ラーメン屋さんと並ぶぐらい本当に多いんよ。でもねこのカロのうどんはね、あ、うどんじゃない、カロのうどんはね福岡で最も歴史を持つうどん屋さんらしい。福岡に来た時はねこのカロのうどん食べてみてください。まあコースとしてはやっぱり川端商店街をこう、まあ、ぜんざいとか食べながらヒューって行って、で串田神社でお参りして、石持って疲れたけカロのうどん食べて日本酒バーで飲む、いかがですか？そんな感じでも良いのではないでしょうか。あとは博多野菜巻き串屋、焼き鳥屋さんなんやけど、ちょっとね女子が好きそうな焼き鳥屋さん、創作焼き鳥っていうかね、野菜とかをねこうあのバラとかで巻いとったりする、あ、なんかインスタ映えしそうだなみたいな感じの女の人が好きそうな焼き鳥屋さんとかもあります。近くにレタス巻き串とかトマトとパクチーとかも、ここはね一回行ったことあるけど美味しかった。ぜひ行ってみてくださいね。それでは今日はここまで。これからも博多弁講座とか福岡のこととか発信をしていきたいと思っておけん、皆さんよろしくお願いします。この動画がいいねって思ったらぜひ高評価ボタンも押してくれると嬉しいです。そして過去の動画については、今はだいたい福岡とか博多のことでまとめとっちゃけど、過去いろんなジャンルのものも結構あったりとかはするんやけど、再生リストにまとめとおけん、よかったら再生リストも見てみてくださいね。それではみんな、また会おう。バイバーイ、ひなじょうでした。